こんにちは。行政書士受験合格チャンネルです。今日もですね、行政書士受験合格に必要な情報をお伝えしていこうと思いますが、今回はですね、条文学習の必要性についてお話をしたいと思います。というのもですね、視聴者の方からですね、条文学習って本当に必要なの？問題集を繰り返して解いて問題集が解けるようになればいいんじゃないでしょうかというようなコメントをいただきましたので、私が考えるですね、条文学習がなぜ必要なのかっていうところ、3つですね、今日はお伝えしたいと思います。このチャンネルは私が2年目受験で行政書士試験に合格した受験勉強の経験に基づいて勉強方法、それから試験対策をお伝えしております。今年もしくは来年ですね、行政書士受験目指されている方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきます。まずですね、私もそうだったんですけど、六法、条文学習ですね、六法ってなかなか普段手にして、開くことが、行政書士受験勉強を始める前まではですね、そうした機会ほとんどなかったので、条文を学習するっていうことがなかなか着手しづらい気持ちはありました。特にですね、私1年目、不合格で失敗した時ですね、そうした気持ち、強かったんで、よくその気持ちはわかります。ただですね、やはり、2年目ですね、合格した経験からも言えるんですけど、問題集、それからテキスト、この繰り返しだけでですね、やはり合格に、レベルに到達するには勉強としては足りないと言わざるを得ないです。やはりここはですね、六法をちゃんと自分で開いて確認をする、この作業をですね、勉強に取り入れないと合格レベルに到達するっていうのはですね、難しいというのが私の実感です。で、その理由ですね、まず一つ目なんですけど、これはですね、条文そのものをですね、きちんと読み込んで基本をですね、マスターしないと応用力が効かないっていうことなんですね。問題集、過去問であるテーマが問われていたとします。で、そのテーマもですね、ある条文の一つの側面を聞いてるには過ぎないんですね。ですので、その問題が解けて、その解説をですね、読んで理解できていたとしても、その元となるですね、問われている条文そのものの知識がきちんと身についていないとですね、別の角度から問題を問われたときに、やはりですね、正解できないということが起きます。これがですね、応用力が効かないということになります。少しですね、角度を問われて聞かれてしまうと、問題が解けないということになります。ですので、この条文をですね、きちんと確認して身につけるっていうことは、基本知識、基礎力ですね、これを身につけることだというふうにして理解すれば勉強しやすいかなと思います。ですので、そこの基本、土台がないままですね、問題集だけをしても、本試験で得点できる実力っていうのがついていかない可能性が高くなりますので、ここはですね、ちょっと注意しておきましょう。そして二つ目ですね、これはですね、行政書士試験、皆さんご存知の通り、何が問われるかというと、条文の知識と判例の知識なんですね。突き詰めるとこの2点を問われているに過ぎないと言えます。もちろんですね、基礎法学とかと一般知識とかはですね、この条文それから判例以外の分野からも出題されてますけど、基本的にはメインとなる行政法、民法、憲法、商法ですね、試験で何問われるかというと、この条文の知識と判例の知識ですよね。ですので、条文そのものですね、まずこれをきちんとですね、読む、理解する、暗記するっていうことはですね、試験対策としてはやっぱり基本中の基本とも言えると思います。いろんな問題集を繰り返したりとか、もしくはテキストを読む、これもですね、何をしているかというと、要はこの条文とか、判例ですよね、こうした知識、理解をきちんとですね、深めるために、問題集とか足別過去もですね、繰り返していると言えます。ですので、やはりですね、その元となる条文そのものをですね、ここをですね、学習するっていうことは、試験対策のですね、やはり基本ですので、そうした点念頭において学習いただければなと思います。で、3つ目ですね、これはですね、これまでも何度かお伝えはしているんですけど、やはりですね、記述式の対策にもなるということですね。記述式の対策はですね、皆さんご存知の通り、ほとんどがですね、条文の知識から問われることがですね、やはり比率としてかなり多いです。もちろんですね、判例の知識も問われたりはしますけど、ここ最近の記述式の問題を見てもですね、基本的な条文の知識が理解できているか知っているかということをですね、問われるケースというのがやはり多いです。ある意味ですね、合否を左右することにもなり得る記述式のところですね、ここの対策にもやっぱり条文学習っていうのは有効になってきますので、普段の学習から取り入れることをお勧めいたします。今後の動画でもですね、問題集を解いて、そして条文を確認するっていうところ、何か例題みたいな形で取り上げていこうと思いますが、今回はですね、条文学習がですね、本当に必要かどうかっていう点についてお話をさせていただきました。条文学習についてはこれまでも動画の方を配信しておりますので、そちらの方もですね、チェックしていただければ幸いです。ですので、まとめますと3つですね。
まあ、条文学習っていうのは基礎基本となりますので、その部分が足りないとですね、ちょっと応用力が効かないということになってしまいます。そして2つ目はですね、やはり行政書士試験に問われているっていうのはメインはですね、やはり条文と判例の知識、ここになりますので、そのやはり元となる条文ですね、ここを学習するっていうのは試験の対策の基本ということになります。そして3つ目はですね、記述式の有効な対策にもなりますと。まあ、本日はですね、以上とさせていただきます。今後も行政書士試験に必要な勉強方法、それから試験対策などについてお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。